日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、倉敷大高台高は、岡山県倉敷市倉敷にある地域である。講義では、かつての筑母軍大、高村の大部分に相当する。競議では、抗義の大高を3つに分けた中の西部にあたり、その前身の同軍大一村におおむね相当する。近年、人口増加に対応し、新たに、同地南部を学区とする。 倉敷南小学校を新設した。つまり、競技の大高は、現在の大高小学校区及び、倉敷南小学校区におおむね相当する。現在は、大高といえば、競技の大高を指す場合が多いが、競技の大高は、市の農業委員会の地区分けなどで使用されている。また、倉敷市の町名別人口統計では、足高と競技の大高とをまとめて大高としている。 倉敷市中心市街地の南西から南部かけての郊外に位置する。全域が平地である。抗議の大高は、大高、足高、大松の3地区に小学校区を基準に分かれる。大松は市街地すぐ西方に位置し、市街地に接するあたりは、市街地から連続した都市を形成。大松のそれ以外の地区や大高、足高は、郊外に広がる地域である。 もともとは農村地帯で、近郊農業が盛んであり、米、いぐさ、野菜、果実などの生産で知られていた。しかし、その後モータリゼーションの発達とともに、大型の幹線道路が地域内をいくつも通過し、なおかつ、倉敷市役所が当地内に新設されるなどし、農地は激減するとともに、ロードサイド店舗や新興住宅地が急増した。 1968年には人口増加に対応し笹沖に足高小学校が新設され同学区となる南東地区が足高として別地域と区域されるようになる。同様に昭和53年には水島北部の良島に朝日が岡小学校が新設され福井の一部が同学区へ編入した。現在は 完全に典型的郊外型市街地に変貌している。道路交通においても、経済面においても、中枢的な地域となった。平成に入り宅地開発が一層進み、そのためさらなる人口増加に対して2008年に大高南部を学区とする倉敷南小学校が新設されている。 なお前述の通り、競技の大高と足高を合わせたものを中儀の大高とし、追松は別地区とする場合がある。以降は、競技の大高の地域について記述する。追松、足高については、追松、足高をそれぞれ参照。倉敷市外南方、国道2号バイパス北方にある、郊外地区である。古くは、あちの海と呼ばれる海域であったが、 近世始め頃には、かつての東高橋川の堆積作用により干潮時に、干潟が広がるようになった。現那年間に、備前岡山藩主池田氏が干拓し、西部を、久保屋郡西中に井田村、東部を東中に井田村とした。漢文12年に、鴨方藩が成立すると、両村ともその所領となる。その後、上京2年に両村を合わせ、 白楽市新田村となる。国高は816国ごと5章であった。明治13年に、白楽市新田村、田の上、村、飛び地、白楽市、村飛び地を合わせて、西中新田村と称する。同22年6月1日、白楽市村など、周辺村と合併し足高村となり、道村の大技西中新田となる。 同三十四年四月一日、足高、大一のに村が合併し、大高村となり、当地に役場が置かれ、同村の中心地域となる。昭和二年四月一日には、倉敷町へ、編入合併、翌年四月一日に、市政志向し旧倉敷市を経て、昭和四十二年二月一日に現倉敷市を、新設し、現在に至っている。なお、 現在も東部に、小技として、東中の地名が残っている。新、倉敷市成立後、しばらくは郊外型農業が盛んな農村地帯で、米、イグサ野菜などが生産されていた。しかし、東部を南北に、市道古城地線、西部を南北に、岡山県道274号福太郎松線、また地区外ではあるが、南側近くを東西に、 国道2号バイパス、北側近くの白楽町にも大型市道が東西に建設され、市方を大型幹線道路に囲まれるようになった。さらにその幹線道路沿いに商店、企業が多く立地している。特に東部の古城地線付近は、卸売市場や倉敷市役所などがあり、幹線道路から離れた地区、中部などでは、新興住宅が広がり、急速に市街化した。 現在では隣接の白楽町や笹置などとともに、倉敷市内随一の郊外型市街地を形成する。倉敷市中心市街地の西方、大高地域内の北西にある南北に長い郊外の地区で、明治初期まで、久保屋郡四十世村と称した。元は16世紀後半の天正年間に、干拓された神殿で、現在は、廃川となっている東高橋川の、 九頭岩地域である。かつては、海域で、中世後期までは、旧東高橋川の川口沖であった。その頃になると、高橋川の堆積作用により干潮時に、干潟が広がるようになり、川瀬がいくつも生まれた。これが四十世の地名の由来とされる。天正年間に、岡山城主の浮田秀家が干拓し神殿開発。 久保屋郡四十世村と名乗るようになった。その後、現那年間に新たに、前に行った、官営六年に、外神殿を開墾し、両神殿を合わせて四十世に行った村とした。四十世に行った村は、現在の西、富井、東富井にあたる。江戸時代、四十世村は、備前岡山藩の所領となり、そのまま幕末に至った。国高は三百三十五国八都。 付近一帯は、排水良好な砂質土壌で、近郊野菜、果実の産地であったが、旧国道2号や岡山県道396号種、砂賀島線の建設により、市街化が著しく進行し、農地の減少が進んだ。旧、東高両川廃川寺の一部は、倉敷市運動公園として整備されている。地区内北部を東西に、 JR 山陽本線と水島臨海鉄道、さらに旧国道2号が通過し、また、水島臨海鉄道球場前駅がある。倉敷中心市街地西方、大高地域内の北東、前述の四十世の東隣に位置する、郊外地区である。明治初期までは、久保屋郡を沖村を名乗った。古くは、海域で、あちの海と呼ばれていた。 その当時の東高橋川川口沖合にあたる。前述の四十世ができたことにより生まれた東、高橋川の分流であった沖川を、源那五年に、備中松山藩主の池田氏が監拓して、神殿を開発し、久保屋郡沖村とした。沖川を開墾したために、そのまま沖が名前になったと言われる。池田氏上風の後、寛永十九年に、江戸幕府領に収め、 倉敷支配所に属した。後に新たな開墾地が拡大し、幕末には合わせて559国7都の国高となった。近代においては、大高地域内の立地区同様、長らくは農村地帯であったが、その後北部を東西に、旧国道2号、東部を南北に大型指道が整備され、道路沿いにはロードサイド型商店が林立。 周辺は宅地化が急速に進行し農地が激減、完全に郊外型の市街に変貌した。そのため、中部に新たに、沖新町の大技が新設され、沖は、沖新町を挟んで南北に割れる形となった。上富井、東、富井、西富井からなる。倉敷市中心市街地西南郊外にあり、大高地域の西南部を占める。明治初期までは、 久保屋郡富村と称していた。灰川となった、旧東高橋川の東岸地域にあたる。古くは海域であったが、中世後期に、浮田秀家の干拓による、前述の四十世ができたことにより、当時の東高橋川川口付近に、自然堤防が生まれた。この周辺を、寛永八年に、備前岡山藩が、神殿開発し、 久保屋郡埋もれ川日田村とした。官営9年の国替えを経て、漢文12年に、鴨型藩が置かれると、その所領となった。その後、埋もれ川村に改称し、国高193国9と8章の記録がある。一方、前述の四十世村の沖を、現場年間に干拓して四十世前、日田村とし、続いて、官営6年にさらにその沖を開発し、 四十世外に田った村とした。共に、備前岡山藩の所領であったが、漢文十二年に、鴨型藩が創立されると、鴨型藩領に移り、両村を合わせて四十世に行った村となった。幕末の最終国高は、千二十七国八都との、記録がある。明治九年に隣接する、埋もれ川村と四十世に行った村が合併し、富井村となった。 その後倉敷市となると、旧漏れ川を上富井、旧四十世神殿を東西に分け西富井、東富井都市、三つの地域に区分けされ、現在に至っている。富井のほぼ中央部、西富井、東、富井の北部と上富井の南西端を東西に、国道二号バイパスが通過しており、東端部を南北に、岡山県道二百七十四号福太郎松線が、 通過している。また、西端部を南北に、水島臨海鉄道が通り、西富井駅がある。さらに並行するように、その西方の中島地区を南北を、岡山県道188号水島高線が通過している。このように、他の大高地域と同様に大型幹線道路に囲まれていることから、農村部は減少した口下が進行、道路沿いには、 ロードサイド店舗が並ぶ郊外型の市街地となっている。倉敷中心市街地の西南方にある郊外にあり、水島地区への入り口にある地区。大高地域の南端に位置する。明治初期までは、久保屋郡福井村と呼ばれた。かつては、海域で、あちの海と呼ばれたが、中世後期からの干拓がで徐々に、海が狭まり、小島西北に東西に海峡ができた。 その西口にあたる。江戸時代の寛永6年に、松山藩主、池田氏が堤防を築き、東高橋川の川筋を定め、東堤防街にできた干潟を干拓して、神殿開発し、久保屋郡福井村とした。池田氏女風の後は、備前岡山藩領分となり、漢文12年の鴨形藩立藩に際し、鴨形藩の領分となった。また、遠方年間に、 福井から、浦田の黒山まで堤防を築いて、潮同士の川を締め切り、小島と本土が地続きになった。現在の吉岡川はその残血である。福井村の国高は380国三と2章との記録が残っている。現代においては、地区東部を南北に、岡山県道274号福太郎松線、中央部を南北に、道久道、西部を南北に、 水島臨海鉄道が走り、福井駅がある。また、同鉄道の西側の西八町神殿を南北に、岡山県道186号中小停車場線が通る。そのため、他の大高地域と同様に宅地化、市街化が著しい。令和元年6月末現在、以下、競技の大高の地域について記述する。松、については、 お松、足高をそれぞれ参照。沖、沖新町、西中新井田、上富井、四十世が、倉敷市立、大高小学校区となる。東富井、西、富井、福井は、倉敷市立、倉敷南小学校区となる。また、四十世の三陽本線以北は、倉敷市立中須小学校区。福井の一部は、水島北端にある。 倉敷市立朝日川岡小学校区となる。倉敷市立南中学校区となる。四十瀬の山陽本線以北の地区は、倉敷市立西中学校区となる。ありがとうございます。